はい、皆様、お前、だいぶお待たせいたしましたが、じゃあこれより最初のセッションの方を始めさせていただこうかなと思います。というわけで、テーマレビューの現場から見た押さえておくべきテーマ制作のセオリーと基礎知識ということで、お話いただきます。このセッション、金井俊博さんです。金井さんはフリーランスのエンジニアで、主にフロントエンド周りの開発を中心にやっておりますが、またワードプレスの公式テーマのコールドボックスの開発なんかもやったり、あと、本人からご説明あるかと思うんですが、そのテーマ、ワードプレスのテーマの公式テーマレビューのチームのモデレーターなんかもやっておりますので、ぜひ金井さんにテーマの話、いい話が聞けるのかなと思いますので、じゃあ早速始めていただきたい、よろしくお願いします。はい、ということで皆さんおはようございます。ということで、先ほど紹介ありました通り、今日は、テーマレビューの現場から見た押さえておくべきテーマ制作のセオリーと基礎知識ということで、テーマ制作の基本的な知識ですとか、いろんなところで使える普遍的な知識というものを、話せればいいなと思っています。まず軽く自己紹介だけさせていただきたいんですけれども、金井俊博といいます。ミルコンという名前でも活動してまして、ワードプレスの中ではそっちの方が有名だったりはします。主にはフリーランスでウェブのエンジニアやっていて、最近は Vue.js などフロントエンドをメインでやってます。なんですけれども、ワードプレスのコミュニティとは結構関わりが深くて、ワードプレスのコアコントリビューターですとか、先ほど紹介ありましたコールドボックスというテーマを開発したり、ですとか、テーマレビューチームというワードプレス .org に申請されるテーマっていうものをレビューするチームがあるんですけれども、その中のモデレーターというものをやってます。ツイッター等は、ここに書いてありますので、よろしくお願いします。あと、今回のセッションについては後ほどツイッター上に掲載しますので、特に写真とかは必要ないと思います。ということで、早速内容なんですけれども、まずテーマの基礎について軽く触れていきたいなと思っていまして、テーマとは何って聞かれると、要はウェブサイト全体の見た目、レイアウト、構成、機能までいろんなところに影響を及ぼすワードプレスのサイトのいわば肝ということになりまして、テーマが変わるだけでもう見た目も変わるし、レイアウトも変わるし、構成も変わるし、機能も変わるということには、なってきます。で、テーマのディレクトリって実際どうなってるのって言われると、主にはこのような感じです。特に決まっているというものは、多くはないんですけれども、index.php というスタイル .css というものだけが、テーマで必要、絶対に必要になるものということになります。何をするかっていうと、 index.php というのは、そのページがですね、そういうものはテンプレートファイルって呼ばれてるんですけれども、 index.php ですとかヘッダー .php、 シングル .php と、いろいろあるんですけれども、要はそのページごとの表示ということですね。例えばシングル .php で言えば投稿ページの、見た目全てになりますし、そうですね、ヘッダーといったらヘッダー .php はそのヘッダーの全てということになります。スタイル .css はその通り、CSS ではあるんですけれども、別の意味も中に、ありまして、その中にはそのテーマの名前ですとか、そういった、メタデータのようなものも全て CSS 内に記載していきます。どういうことなので、スタイル .css は必要なものということになります。テーマって実際いろんなものあると思うんですね。で、よく聞かれるというか気になる質問の中には、テーマでは実際何をすべきかっていう質問あると思うんですけれども、要はテーマってただの PHP ファイルなんですね。なので、やろうと思えばプラグインのようなこともできてしまうということになります。なんですけれども、テーマとプラグインの最大の違いって何かと言われると、テーマは絶対に一つしか有効化することができないんですね。プラグインは、たとえ100あってもですね、それは有効化することはできるという話になる。なので、
ワードプレス .org のテーマディレクトリの話にはなるんですけれども、この中要求事項というものがありまして、まあ、そのワードプレス .org のテーマディレクトリに掲載するために必要になるものという、まあ、必要になるテーマの規範といいますか、そういったものなんですけれども、その中ではテーマは基本的に見た目を司ることのみすべきということになりまして、見た目に直接関係ない機能をテーマに入れるべきではないという思想を掲げています。実際見た目に関係ない機能って何って言われたら、一番多分よく分かりやすいのがオープングラフタグとかですね、あのツイッターとかのサムネイル画像、出てくるサムネイル画像とかですね、あと、Google アナリティクスのトラッキング ID 入力とかですね、それも要は見た目とは関係ないけど、まあ見た目とは関係ないものっていうことですね。そういったテーマに入れてはいけない機能のことを、我々はプラグインテリトリーと呼んでいます。まあこの単語については、覚えなくてもいいと思うんですけれど、ぜひ知っておくと役には立つかなと思ってます。なんですけれども、まあ要はさっきも言いましたが、これはワードプレス .org のテーマディレクトリの話ですよと。他のテーマの配布サイトですとか、個人で作ってるテーマですとかは、いろんなパターンありまして、そのさっき言ったプラグインテリトリーの機能っていうものが入っているものも多くあったりもします。でこれなんでこうしてるかっていうと、結局そういったいろんな機能を全部プラグインにしてしまうというものは管理上では面倒くさい部分があるんですね。っていうのも結局はそのアップデートとかですとか、プラグインの変更に伴って自分のテーマも変えるっていうこと結構あると思うんですけれども、そうすると2回アップデートが必要になってしまうんですね。そこがかなり手間になってしまうので、まあ結局テーマで全部やりたいっていう思想も分かりますし、そういうのは要はまあ便利さとのトレードオフなんじゃないかなっていう話はあります。まあなんかね、受託開発とかいう話になりますと、機能自体そもそも別にこれ公開する意味ないよねみたいな機能とか、まあいろんな事情あったりとかするので、プラグイン使えないとかそういったものあるかもしれないですね。そういうものもあるので、正直テーマでは何をするべきかっていうのは、一言で言えるものはありません。なので自分の制作している目的とか公開範囲とかを考えて、自分で適切なところを考えておくっていうところが、まあ全てではないかなと思っています。次ですね、まあ、テーマについては、触れました。テーマなんていうんですか、テーマの基本についてちょっと話したので、次ライセンスについて話していきたいなと思っています。ライセンスというのは基本的に、全ての人に関わる、まあ、要はそのワードプレスというものにももちろんライセンスというものがありますから、全てのものにライセンスかかってくるわけですね、我々がやってることっていうのは。なので、ぜひみんなに知っておいてほしいんですけれども、まあ、ワードプレスはオープンソースですと。まあ、オープンソースって何って言ったら、ワードプレスのソースコードとか全部公開されてますし、そのワードプレスの開発とかディスカッション、翻訳とか全て含めて誰でも、参加できます。なのでこれに関して、昨日のコントリビューターデーというものがあったんですけれども、そういったものでは、どのように貢献したらいいかわからないっていう方、主にそういう方をターゲットにして貢献の仕方を教えるという会を、やっております。なので もしね、来年とか機会がありましたら、こういった会に出てみると、さらに貢献の仕方というものがわかるかなと思います。ちょっとすみません、話がそれましたが、ワードプレス自体は GPL ライセンスというものが使用されています。また、オープンソースの他にもワードプレスの中には思想としてパブリッシングの民主化という思想があります。これ何かっていうと、誰でも簡単にネット上で記事を公開できるようにするという思想なんですね。それ何かって言ったら、簡単にっていうのは本当に全て含めて、そのサーバーのセットアップが簡単、テーマの見た目を変えるのが簡単ですとか、機能を変えるのが簡単、そういったいろんな意味を含めて、全て簡単にしたいということで、パブリッシングの民主化という言葉がありまして、これはワードプレスの中でよく使われている、言葉になります。で、先ほど触れた GPL ライセンスというものがあると思うんですけれども、これ何かって言われると、ジェネラルパブリックライセンスとは英語で言うんですけれども、まあ、それの頭文字を取って GPL って呼ばれてるんですけれども、要はオープンソースライセンスの1個ということですね。で、
な、どういう思想なのかなと言われると、いかなる制約がなしに無保障で4つの自由を認めるということが基本的な思想になっています。ちょっと4つの自由についてこれから触れていきたいと思うんですけれども、軽くいかなる制約なしで、つまりどういうことって言われると、例えばテーマとか作ってたりすると、そのライバルのテーマの配布サイトさんとかいらっしゃると思うんですけれども、そういう方に使っちゃダメとか、そういうものも一切ダメです。絶対に、誰でも使えるようにしないといけません。で、先ほど言いました4つの自由というものですね、4つの自由というもの自体というのは、ちなみにこれはオープンソース、あの GPL に限った話ではなく、他のオープンソースにも使われている、ものなんですけれども、どういうものかというと、これ1つ目がどんな目的にも使用する自由、これはまあ先ほど述べたいかなる制約なしという話にも近いんですけれども、まあ簡単に明白にですね、どんな目的でも使用できます。で、2つ目がソースコードを研究し改変する自由というものは、自分が提供したソースコードで、例えばテーマですね、テーマを、どんな風に改変されても、それは、我々が認めていることであるということです。3つ目として、他の人に再配布する自由ですね、その自分が作ったテーマを他の人が、そのまま誰かにあげるっていうことはも、その中の自由に含まれています。で、これ4つ目です。改変したものを共有する自由、先ほど、ですね、改変する自由があるっていう話なんですけれども、それを他の人に共有されても、それも認めている自由ということになります。で、まあ、さっき言ったんですけれども、これってオープンソースライセンスの中ではあまり珍しいものではないんですね。じゃあなんでわざわざワードプレスは GPL なのかっていうと、GPL の一番大きなものといいますと、コピーレフトというものがあります。コピーレフトって何かって言われると、制作物の改変されたものですとか派生プロダクトですね、に元の制作物と同一の自由を認めるべきという考え方です。ちょっと分かりにくいと思うので、ワードプレスの例に挙げて説明しますと、要は元の制作物はワードプレスということになります。で、派生プロダクトっていうのは要はテーマとかプラグインなわけですね。テーマとかプラグインっていうのはワードプレスがなければ動かないものなので、それは派生プロダクトとして、認識されます。なのでワードプレスが GPL である限り、配布するテーマですとか、まあ、プラグインも含めてですね、もう GPL にする義務というものが皆さんにね発生するわけです。で、この流れっていうのは本当に永遠に続きます。まあ、ワードプレスの発生プロダクトっていうのは今回このスライドではテーマって置いてるんですけれども、場合によっては元の制作物がその親テーマで、派生プロダクトが子テーマになったりもします。そうすると、子テーマっていうのは元のテーマがないと動かないので、それ子テーマももちろん GPL が必要になってきます。のようにこれはずっと GPL は続きまして、基本的に、一度 GPL を元にして作られたものというものは、GPL の流れを止めることっていうことはできません。で、ちょっと皆さん気になる部分ではあると思うんですけれども、配布しない場合についてどうなるかっていうと、 GPL っていうのは配布する場合にのみ適用されるライセンスです。なので配布しないテーマプラグイン作ってもそれは GPL のライセンスの必要は全くありませんということなんですけれども、先ほども言ったんですけれども、ワードプレスを使ってるっていうことは GPL ライセンス、GPL 製品に触れているということです。なのでぜひこの辺皆さんに知っておいたらなという気持ちで、今回これについてちょっとこのスライドで触れることになったんですけども、あともう一つありまして、 GPL って本当に変わってないんですね。 GPL 最初のリリース1989年です。1989年から基本的な思想っていうものは一切変わってないんですね。なのでこれ一回覚えれば基本的にはもうずっと変わらないです。なのでこれぜひ覚えて帰ってくれればと思ってます。次ですね、これについてちょっと軽くなんですけれども、テーマってどうやって始めたらいいんですかっていうものがあったりもします。ですね、僕がおすすめするのはスターターテーマというものを、
元にして作成する方法です。スターターテーマって何ですかっていうと、手間のかかる最初の設定とかどんなテーマでも必要になるようなコードが、設定になっている制作の元にするテーマということで、そのテーマをまずコピーしてきて、その中に自分の、書きたい機能とかスタイルとかを付け加えて、テーマを作成していくという形になります。で、まあ、手間のかかる最初の設定って何だろうって言われると、まあ、一番多分分かりやすいのは SAS ですね。 SAS のコンパイル、皆さんとか結構 SAS 使われる方、制作会社さん今多いんですけれども、そういった設定っていうのは要は1回やってしまえば一緒なんですっていうような設定を、やってくれるので、いちいち新しくテーマを作るたんびに自分でSASってコンパイルどうやってやるんだっけって考える必要がなくなるという話です。まあ、具体的に何があるのっていうと、僕がおすすめなのはアンダースコア S というスターターテーマです。これはオートマティックっていう会社、ジェットパックプラグインとか聞いたことあるかなと思うんですけれども、そういったプラグインを開発している会社なんですね。そういったプラグインがを作っている会社さんっていうのもスターターテーマというものを作っていまして、そこが作成してます。で、中身どういったものかっていうと、かなりシンプルです。かなりシンプルに、PHP のテンプレートと CSS で、必要であれば SCSS が使えますっていうことです。なので、特にですね、シンプルに抑えたいテーマっていうのにおすすめです。特に最初ですとか、ちょっと複雑なものを作るものにベースとするのはあまり向いてないと思うんですけれども、こういったですね、シンプルにテーマを作りたいんだったら本当におすすめです。ちょっと他のものについて、触れる時間は多分ここでないと思うので、ちょっと次に進ませていただきます。コーディング規約についてですね、まあ、コーディング規約っていうのを皆さんにね、知ってもらいたいんですけれども、特にテーマを書き始める前とか、ですとか、特に導入とかもしやすさもあるんですけれども、コーディング規約はコードの書き方について決まり事です。まあ、決まり事って何っていうと、ですね、まあ、例がここにありまして、 if 文とか括弧の中にスペースを書くとか書かないとか人によって分かれるじゃないですか。で、こういうのって、やっぱり統一するべきっていうものが一応ありまして、こういったものの規定ができます。なので、例えばこういった if 文下が、規定されているものなんですけれども、この上の括弧が、ないものですとか、そういったものにエラーを出してくれて、ここスペースが足りてないよっていうことをおすすめしてくれます。あ、おすすめなんですね、規定ですね、規定ができます。で、ワードプレスにはワードプレスコーディングスタンダードっていうものがありまして、これワードプレス専用の規約になってるんですね。なので、コードの先ほど言ったこの if 文の括弧だけではなくって、後ほど触れるんですけれども、セキュリティに関することを含めて全て、やってくれます。なので、ちょっとおすすめ。いや、まあ、役立つとき何かっていうと、複数人の開発するときにコードの書き方の癖をなくせる。まあ、さっき言った通り。まあ、一人開発であったとしても、そのアップデート期間空いちゃうことってどうしてもあると思うんですけれども、そういったときに、書き方の癖っていうものが自分の中でなくせるっていうこともありまして、ぜひおすすめです。これは、全部自分で修正しないといけないわけではなくて、自動で修正することもできます。ちょっと、他にも便利な機能があるので、都度タイミングごとにちょっと説明していきたいなと思います。ということで、次についてですね、セキュリティについて、お話ししたいと思ってます。まあ、具体的にセキュリティってどうやってやるのって話の前に、セキュリティ対策はなんで必要なのっていう、話をですね、ちょっとまずさせていただきたいんですけれども、プログラムには特別な意味を持つ文字列っていうものがありますね。例えばシングルのクオーテーションとかセミコロンですとか、 PHP なんかセミコロンは厳しい言語なので、セミコロンがないよって怒られた人っていうのはかなりいると思います。そういったものが、特別な意味を持つ文字列というものなんですけれども、まあ、今回ちょっと、そちらの方まではいかなくて、ワードプレスとかがありが深い HTML についてなんですけれども、まあ、所詮 HTML でしょって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、 HTML が使用できるっていうことは、つまり JavaScript が動きますということになります。で、なんで JavaScript ダメなんですか？ダメではないんですね。ダメではないんですけれども、まあ、やっぱりいろんなことができてしまう反面、まあ、
悪用にもつながりやすいということがあります。例えばですね、 HTML で特別な文字列って何って言ったら、まあ、この5つが基本的に上がってくるものなんですけれども、こういったものを許可してしまうと予期しないところで HTML のタグで使われてしまうという話になります。まあその大なり小なりが使えてしまうってことはスクリプトタグが使えますね、ということは JavaScript が動きますねということになります。じゃあ、具体的にどういうですね、ことが起こるのかというと、まあ JavaScript を使った悪用の中で一番有名なものはクロスサイトスクリプティングというものになりまして、ユーザーが予期しないコードですね、を読み込んで、まあ、悪意のあることを基本的にはするということです。 JavaScript 何ができるのっていうと、勝手に他のサイトとか他のサイト、特にウイルス配布サイトとかに使われてしまうこともあるので、そういったものに転送されてしまう、自動的に。とまた他にも投稿内容が勝手に置き換わっているというものがあったりします。まあ、テーマだとそのそうです、例えばカスタムで HTML をここに出したいとか、そういった用語っていうのはかなりあるし、機能的に需要のあるものなんですけれども、そういったものを使うときにきちんとしたセキュリティ対策をしないとこういったことが起こってしまうんですね。じゃあこれどうやって防げるんですかっていうと、大きく2つセキュリティに関する対策方法があります。1つ目がサニタイズと呼ばれるものです。これ何かというと、データを保存するときにデータを無害化して信用できない文字列を取り除くという動作をします。で、2つ目がエスケープですね。データを出力するときに特殊文字列、先ほど触れました大なり小なりですとかですね、を変換して特殊文字列としての効果を打ち消してくれるというものです。これだとちょっと分かりにくいと思うので、具体例を含めて説明していきたいと思います。ということで、まずサニタイズなんですけれども、これワードプレスの関数です。ワードプレスの関数に WP キーズっていう関数があります。これ何をしてくれるかというと、許可する HTML のクラスと属性を指定します。そうして許可しないものを全て削除してくれるというものです。具体的な例をここに挙げてあります。ですね、こんな HTML、まあ、こんにちはで BR タグで開業して、ここのカナイという文字列はスパンエレメントになってまして、スタイルタグでカラーレッドがついているので、まあ、こう表示されますよね、普通だったら。なんですけれども、WP キーセス関数っていうものを使うと、自分でタグと使いたい属性を指定できるって言ったんですけれども、これじゃあ何が起こるの、具体的に、ですね、スパンタグとクラス属性だけを許可した場合何が起こるのっていうと、こうなります。改行が消えて赤く、文字列が赤くなくなってますね、という感じで、開発者ツールの中を見ても BR タグもスタイル属性もどこにも見当たりません。こういった、ものを働きをしてくれることのが WP キーセス関数というものになります。具体的にちょっとコードですね、使い方どうやってやるのっていうと、このような感じで配列において HTML の自分、タグと属性というものを全て自分で、書き出して、許可したいものだけをやると。で WP キーセスの関数を呼び出す際に、そのデータの文字列のが入っている変数ですね、が第一引数として、で第二引数として、HTML 先ほどの配列ですね、許可した HTML タグ属性の配列を指定するということになります。他 WP キーセスの他にも、ワードプレスが用意してくれているサニタイズ関数というものがありまして、基本的にもう本当にこれがあれば、ですね、基本的な必要になるテーマで必要になるものっていうものがかなり網羅できていると思います。ちょっとここ一つ一つ触れていく時間はないので飛ばすんですけれども、まあかなり名前からもしても分かりやすいので、ちょっと皆さんぜひ調べてもらうかと思っております。まあテーマカスタマイザーっていうものがある、ちょっとこれについてとサニタイズを紹介したいんですけれども、テーマカスタマイザーっていうテーマの設定画面ですね、というものに追加できる設定というものが、まあ、一応中にはありまして、その中でですね、よくある機能といえば、自分テーマのフッターの中にあるクレジットですね、まあ、オールライツリバーズドとか書く方多いと思うんですけれど、そういったものを簡単にカスタマイズできるようにしたいっていうものがあったりもします。で、そういった時って要は
結構リンクタグを使うこと、まあ、A タグですね、A タグ使うことも多いと思うので、HTML を許可したいっていうことがあります。で、そういう、まあ、HTML が許可できるっていうことは、まあ、さっきも言った通り、JavaScript が使える悪用のリスクがあるっていう話しましたね。なので、こういったものもサニタイズをきちんとしないといけないんですね。ですが、テーマカスタマイザーというもの、サニタイズが非常に簡単です。このようにですね、ここで言いますと、上から4行目ですね、サニタイズコールバック。というものに、先ほど紹介した WP キーズです。これを通すだけというすごく簡単なサニタイズができます。なので、ですね、仕組みが用意もされてもいますので、ぜひですね、テーマカスタマイザーというものを使うと便利ですよっていうこともちょっと紹介も兼ねてなんですけれども、まあこのような方法が使えますということです。次ですね、エスケープ。まあ、先ほど言ったように、エスケープって何って言ったら、データを出力するタイミングで、特殊文字列を打ち消すっていうことですね。まあ、具体的に例を挙げていきます。エスケープ HTML 関数ですね、というものが、こちらもまた WordPress の関数になります。が、まあ、どういう働きをする、先ほど言った通りなんですけれども、すべての HTML をプレーンテキスト化すると、まあ先ほどと一緒の全く一緒の HTML ですね、BR タグがあってスパンエレメントがある。これはどうなるかっていうと、さっきのエスケープ HTML 関数を通すとこうなります。全部、BR タグとかスパンエレメントの、ですね、大なり小なりとか、ダブルクォーテーションとかが本当にそのまま出力されます。これなんでそのまま出力できるかっていうと、特殊文字列としての効果が打ち消されているからということになります。そうですね、そういう。で、まあ置き換えた先っていうのはエスケープ文字って呼ばれるんですね。すべてそれは、まあ、共通のすべての規格として用意されていて、ここのこの記号、この特殊文字列の記号はこのようにこの文字にするとそのまま表示できるっていうものがあります。まあ、具体的な例で言うと、小内は、&LT セミコンですね。これ LT っていうのは要はレス than、これ小内は英語でレス than sign って言うんですけれども、そのから頭文字を2つ取って、LT っていうことですね。まあ、大なり小なりも、あれですね、大なりも似たような感じです。ということで、こういったものを通すことでエスケープ文字になるので HTML タグが動かないということです。これがエスケープと呼ばれるものになります。他にもまた WordPress エスケープ関数用意してくれています。そうですね、こちらもまあ似たような感じで、まあかなり関数名からして分かりやすいと思うので、ちょっとこの辺詳細については飛ばすんですけれども、ぜひこの辺使いこなせていけると本当にエスケープに関してはもう、でも言ってしまえばでもエスケープこれだけなんですね。エスケープもサニタイズも、あの先ほど紹介したもう10個レベルの関数なんですね。それさえの使い方が分かればもうセキュリティ怖くないって話なんですね。まあちょっとセキュリティ対策のコツについて軽く話したいんですけれども、まあどうしたらいいのって言われると全て疑えってことですね。ここにはまあ誰もなんか変なもの入れないだろうとか思わないことっていうことが非常に重要です。なの で, そうです、先ほど紹介したサニタイズも、サニタイズだけでは足りない場合っていうことも存在します。そういった場合にはサニタイズした上でさらに、出力する際にですね、サニタイズは保存するときですから、サニタイ保存する際にサニタイズして出力するときにエスケープをするということも、場合によってはあり得ますということです。で、先ほども出ましたワードプレスコーディングスタンダード、これセキュリティ対策にもおすすめなんですね。これなんでかっていうと、このようにですね、ちょっと画像小さいかもしれないんですけれども、まあそのゲットテーマモッドっていう関数は、まあ、まあさっき紹介したテーマカスタマイザーの中身を出力する関数なんですけれども、ですね、そういったもの出力単純にただエコーしちゃうとそれエスケープがされてないじゃないですか。そういった際に叱ってくれるということですね。これきちんとエスケープがされていないよっていうことをエラーとして表示してくれます。なので、自分でどのタイミングでセキュリティ対策エスケープやるのかわからないっていう方は、ぜひこういったツールも使うとですね、非常に便利に、どこで自分がエスケープをしたらいいのかっていうものがわかるようになります。
ということで、セキュリティに関しては、この2つですね、この2つをぜひマスターしていただけると、本当に、セキュリティ対策は本当にそれだけです、言ってしまえば。なので、ぜひ、の知識を活用していただきたいなと思ってます。で、これ、最後のトピックになるんですけれども、メンテナンスしやすいテーマってどのように作れるのっていう話ですね。まず一番最初に挙げたいのは、ワードプレスの書き方っていうものを覚えてほしいっていうことですね。ワードプレスの書き方、まあ、スノー、ただの PHP とか、他のワードプレスじゃないですよ、PHP のフレームワークですとか、そういったものとは全く違う、ワードプレスの書き方っていうものが存在します。で、これどういう関数かっていうと、get template part と呼ばれる関数ですね。これ、PHP で似たものに、require っていうものがありますね。これと一緒なんじゃないのって言われるかもしれないんですけれども、全く働き的には、中身は違います。で、これは何に使うのって言うと、本当に見た目の通りなんですけれども、テンプレートのパーツを出力、表示するということになります。まあ、テンプレートのパーツって何って言われると、例えばですね、関連記事とか出す場合っていうのテーマで多いと思うんですけれども、そういった際に絶対に HTML として、投稿のですね、まあ、サムネイルと、投稿のタイトルですね、この2つとか絶対出力することになると思うんですけれども、そういったものをですね、テンプレートパーツとして別ファイルに切り分けるんですね。そうして get テンプレートパートをするとですね、固テーマっていうものあるじゃないですか、あれで上書きすることができるようになるんですね。なのでこういったものですとか、WP NQ スクリプトと WP NQ スタイルですね、これ何に使うのっていうと、 CSS と JavaScript を読み込むときに使う関数なんですけれども、こういったもの、まあ要はヘッド内に直書きすればいいんじゃないのってまたこれも思う方いるかもしれないんですけれども、これはまた働きはかなりまあ、それなりに複雑なロジックになっておりまして、これ何が一番便利かっていうと、他のプラグインとかと併用した時にですね、同じスタイル、スクリプトを動かさないようにしてくれるんですね。例えば、一番わかりやすいフォントオーサムとかいう、アイコンフォントあると思うんですけれども、ああいったものテーマ側でも必要だし、プラグイン側でも必要というも、ことは、全然あり得るわけなんですね。そういった際にテーマとプラグイン両方で読み込まないという動作が、これを使うだけで簡単にできてしまいます。なのでこういったワードプレスの書き方を覚えることで、特にぐちゃぐちゃにもなりにくいし、また固テーマや別のプラグインからの、互換性というものを試しやすいということになります。次ですね、ワードプレスの書き方の他に何があるかというと、ドキュメントを書くですね。ドキュメント、これはワードプレスに限った話では本当になくって、他の PHP、JavaScript 本当に何でもなんですけれども、PHP の話で言うと、クラスと関数には、自分で宣言するクラスと関数ですね、今極力ドキュメントを書きましょうということが、まず挙げられます。で、ワードプレスのあれですね、先ほどまた紹介したワードプレスコーディングスタンダードですね、これを使うとコメントが、ね、抜けているとまた教えてくれるという機能がありまして、特にここでもまたワードプレスコーディングスタンダードおすすめです。これ実際コメントって何役立つのっていうと、時間が経った時このコードって何するんだっけみたいな、そういったもの、かなりよくありがちなんですけれども、そういったものあってしまうんですけど、そういう時にいちいちコード読んでるの大変じゃないですか。そういった時にドキュメントがあると本当に役に立ちます。このロジックはこうなってるとか、できれば詳細に書いておくっていうのが特にいいと思うんですけれども、ね、極力簡単でも最初はいいと思うんで、全部ドキュメントを書くことっていうのは非常に重要ですね。具体的にドキュメントの書き方って何とかあるかもしれないですね。ということで、これで紹介したのは PHP ドックコメントというものが存在します。これはワードプレスに限った話ではなく、 PHP、基本的には PHP 全体に共通するものですね。他のフレームワークでもかなり使われているものなんですけれども、ワードプレスもかなり便利に使えますというものです。何しているかっていうと、この関数は関連記事を開発関数だと思ってくれればいいんですけれども、まず軽い説明が
一部ありますね、指定された箇所の関連記事を返す、これがまずこの具体的にですねこの関数が何をする関数なのかというものを表す、まあ、簡単な説明ですね。でその下の方アットマークパラムっていうのがありますね。パラムはパラメーターの略で引数っていうことになりまして、引数の型と、その引数の名前とその引数が具体的に何をするのかというですね、主にこの3つを定義しておきます。でこの3つを定義しておくと、その引数って何に使えるのっていうことが特に便利、まあ、分かりやすくなるので、こういった意味でもおすすめになります。まあコメント、ドキュメントの他で何がメンテナンスしやすいものあるのっていうと、こういったツールがいっぱいあります。テーマユニットテスト、テーマチェック、テーマスニッパー、デバッグバーとかいろいろあるんですけど、ちょっと一つずつ詳細していく時間はないので、ぜひちょっと各自で調べていただくことになってしまうんですけれども、こういったものがあって便利です。最後軽く触れますね。wordpress.org のテーマディレクトリに掲載、テーマ掲載してみたいなと思う方とか、まあ、いるかなと思うんですけれども、すでにテーマ作られている方とかも、それについて先ほどもちょっと軽く触れたと思うんですけれども、要求事項というものが wordpress.org のテーマディレクトリには存在しますと、これは wordpress.org のテーマディレクトリにその自分のテーマを掲載するとき、まあ、絶対に沿わないといけないルールというものですね。そういったもの、例えば、まあ、さっき触れたテーマでは何をすべきかみたいなものですね。フラグインテリトリーの機能がテーマに入っちゃいけないよというものですね。ですそういったものが、含まれてます。これ、まあ、中に人によってはこれかなり面倒くさいとかいう人、まあ、いたりもするんですけれども、基本的にその我々的にですね、要求事項というものはユーザー側にとって、便利になるように、有利になるように作っているものです。なのでこれは、wordpress.org テーマディレクトリだけでは、そこまでなくって、ぜひちょっと皆さんに読んでもらえれば、というところは、多少なりとも意図してはおりまして、まあ、詳細っていうのは、ですね、ワードプレスのページ、ワードプレスとトークのページにあるのと、日本語訳のページも、存在しますので、この辺についてちょっと、触れてというか見ていただけると便利なんじゃないかなと思います。ですね、URL 等についてはあの後ほどシェアするスライドとか、私のツイッターとかですとかそういったものから、ね、ご覧いただければ簡単だと思います。ということで最後にまとめですね。まあ今回テーマ制作について結構まあ漠然としたあれだったと思うんですけれども、主に伝えたかったことはこの3つですね。テーマ制作にはスターターテーマ、ワードプレスコーディングスタンダード、他にも紹介した、テーマユニットテストとかいろんな便利なツールがあります。ぜひそれらを使っていけたらいいと思ってます。使っていってもらえればいいと思います。あと、GPL ライセンスというのは自由を認める、いわば、利用者にも開発者にも優しいライセンスということです。で、まあ、最後のセキュリティ対策ですね。セキュリティ問題については主にサニタイズとエスケープで対策している、ということです。この3つが、伝わっていれば、よかったなと思います。ということでありがとうございました。はい、金井さん、話ありがとうございました。お時間の方ありますが、あと質問一つ二つほど受け付けられるかなと思いますが、何か、聞いてみたいこととかございますでしょうか。はい、最初の方にちょっと出てました、プラグインテリトリーの機能が入れない方がまあいいということなんですけども、ちょっとそこのところ少しちょっと聞き逃しちゃったというか、ちょっと聞き取れなかったところがあって、例えばというところで、どういったものが具体的に入ってくるのかなという。ですね、例えば、すいません、情報でしたっけ、これですね、まあ、例えばオープングラフタグですね、ツイッターとかでサムネイル表示できるあれですねとか、まあ、Google アナリティクス、この2つがまあ主かなと思います。例えば私は例えばよく今業務とかで使うときに、まあ、アイキャッチを設定してるときは
サムネイルで出るんだけど、設定しない場合はイメージフォルダに入ってる何かちょっと違う画像を表示させるっていうものをよくファンクションに書いたりするんですけども、例えばそういったあの、まあ、これ多分見た目、私の中では見た目だなと思ってるんですが、そういった機能的なものをファンクションに書いた場合、テーマで、まあ、テーマにその申請した場合、それは NG なのかっていう問題はどんな感じですかね。それは、NG ということになります、ね、NG ですか。はい、まあ、必ずしもそれテーマである必要がないっていう話には、なってきまして、それは基本的にそのどのテーマであってもロジックって一緒じゃないですか、それってやっぱり、そうなってくると少しそのテーマに依存してしまうっていうとっていう話になるんですね。あまり依存させないようなテーマにしないといけない、ね、はい、そのあれなんですけど、基本の的な思想として、そのテーマ変えた時にあれこの機能が動かなくなってるんだけどみたいな、そういった事故とかそういったものをなくしたい、誰でも簡単にテーマをスイッチできるようにするっていうことがかなり重視されてる、まあ要求事項ですので、まあ、そういったものはちょっと NG になってしまうって形ですね。わかりました、ありがとうございました。はい、というわけで、じゃあお時間になりましたので、もう一度金井さんに盛大な拍手をください。まあ